天一とってグー。ほぼ落ちかけてる。天一を揺すけたから飛びついちゃいました。一回目は落ちていきます。あれ、全然動かない。二回目も落ちていきます。また動かない。プレイしてる時は全く気づかなかったんですが、角の下に透明なゴムチューブが貼ってあるんですね。そのゴムチューブに電撃の尻尾が引っかかってる状態です。この時にゴムチューブに気づいてたら攻め方が変わってたんですが、動画を見返すまで気づきませんでした。この設定は、まず電撃を角に落として、尻尾を外してから頭を持ち上げてずらして落とすのが正解かも。尻尾が引っかかってることに気づいてないので、無駄に頭を持ち上げてずらそうとしてます。動くわけないですね。ここから6回目です。もちろん動きません。ここから動きが出るまで8倍速でいきます。これが18回目です。奇跡的に尻尾がゴムチューブから抜けました。最初からここを狙うべきでしたね。尻尾が抜けているので頭を持ち上げると動きがあります。ズリズリ落ちてきました。あとは落ちるまで頭を持ち上げるだけ。あんまり動かなかったですね。光が浅すぎました。もうギリギリで粘ってます。22回目です。やっとゲットしました。今回は設定を理解してなかったので無駄に22回もやってしまいました。意味のないプレイを除けば数回で取れてますね。最後の方の数値だけ参考にしてください。チャンネル登録よろしくお願いします。